はい、続いてね、このデイトナから出てる、日本製、あ、これも日本製でしたねの、このスマートフォンホルダーを開封してみましょうか。こういう感じか。ちょっと開けやすいよ。うわ、危ない危ない危ない。細かい部品が多いんで、これこれ、こういう感じね。これを要はここにつけるって感じになりますね。これがホルダー本体と、あとよくわかんないですね。これが多分あれかな、さっきのあれ、ホルダー体の中間になんか細かい部品、あ、六角あるしみたいな。あ、でもハンドルブレースのあれはないですね。多分2ミリと5ミリみたいな感じなんで、ブレース用ではないと。はい、ではね、取り付けていきましょう。いや、もうすでにややこしいなと思ったのが、これ見えるかな、この、え、これその輪っか、これそもそもどうやって取んのと思ったら、この真ん中のこのこネジが今ついてたんですよ。こんな感じで締め付けの時ので、このネジを取って、さらにこれだね、これ今締め付けてたこうネジの締めがあるんで、これを取ったらこう開くと。はいはいはい。で、これでここにこう取り付ける感じになると。これでこのゴムのあれで合わせるんだね。ちなみにこのこれ、このクランプのやつだと、ゴムの一番でかいやつね、これ1個でちょうど良さそうです。これでいいでしょ。いや、なんかね、説明書がガチで分かりづらい。これでいいのかな。これね、ゴムの方向もこうやってリブが1つ2つとかあるみたいで、これが1つ、こっちが2つ、ね、だから1つの方を上にしてっていうやり方で合ってるのかな。結構ややこしいですね。で、それでこうやって取り付けていく感じかな、うん、で、さっきのちょっとギュッていらないとある程度入らないですね。で、さっきのこのまた丸とかを戻していくと。はい、よし、これでクランプの取り付けは完了と。で、こっから今この状態なんですよ。この状態からこれを取り付けると。で、その取り付けるときに、この本体にここにネジ入れて、で、このコマ、上下で左右回せるコマをここに入れて、で、この縦ね、これ縦線がこう入ってるんだけど、この縦線とこの縦線を合わせるみたいな感じですね。で、あとはネジを締めていくと。らしいです。説明書には雑に書いてるんで、多分これで合ってると思う。おー、なるほど。もうちょい上か。ほう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 。ちょっと、とりあえず形になった。とりあえず形になったわ。おお、ああ、なるほど、なるほど。ね、これ上下逆っすね。この解除が説明書を見ると下にあるんですよ。これ赤いの見えるかな？説明書を見るとこの解除、要は赤いレバーがこう下になってるんで、こんな感じでね。だからこの今赤いのがこう上見えてると思うんですけど、説明書を見ると下なんでちょっと逆っすね、これ。今ですね、これ今取り付けた感じなんですけど、ここのネジの締めがちょっと今ないんで、この六角でね、これいけるかなと思ったんです。うわお、この六角でね、ここ締めるようになってるんで、締めようとしたらこの上の一緒のナットも共回りしちゃうんで、ちょっと今締めようがないですね。みたいな。で、まあ実際に、まあもうこれで取り付け自体は、終了ですけども、スマホのね、この今実際こうやって入れてみると、このクランプの高さが、このクランプのこの上下の高さが全然足りてないんですよ。これを調整しなきゃいけないと。一回ね、このように外して、ドライバーで上下を調整しろと。で、ドライバーって言われても、まあ、このバイクには、まあ、運がいいことにあれが入ってるんですよ。工具がね、これ PCX の、なんだろう、こう付属の工具なんですけど、
これ何使う？これ何使う？プラグ？プラグにまだプラグなんかいる？とりあえずドライバーと10ミリ14ミリのなんか明らかに100均でありそうな、スパナがあったんですけど、スパナの 10があったんですよ。これ M6 なんで10で合うんですよね。ラッキーですね。これはラッキーだわ。閉まるのか、そもそも。そもそも閉まる。閉まれば OK なんだけど。あ、いける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 。よかった。ちょっと仮締めにしとこう。どっちかって言ったらなんか下が固まって上のスパナで回すって感じだな、これ。こっち外したんで、こっちですね。このプラスドライバーで、調整すると。これも合うな。あ、回った回った。やった。さすが PCX の工具ですね。あとはスマートフォンの高さにこのクランプのやつを合わせていくと。ほぼ全開じゃね？クランプのこの高さの調整としては、もうほぼ全開です。まあでも一応あれにはね、対応って書いてあったから、まあ取り付けるような間違いないんだろうけど、まあとりあえずマックスにして、止めておきましょうか。そしてね、私ね、これ、裏にこのリングつけてるんで、ちょっとね、このまま入れると、この、ここの横が足りてないんですよ。こう押さえ込むっていうよりは横からただ挟むになっちゃうんで、絶対 100% 落ちるっていう感じです。ちょっと浮いてるのわかる？ここら辺とかね。もうこの、さっきのクランプがギリギリ当たってるとか、そういう状態です。で、これ、それも、これ対応してて、足りない場合はこのサイドフック。これを取り付けることによって、よりこの横幅が広くなる。だからこう一回外してつけるの。まさかのサイド、これね、赤いのがフックらしい。これを一回取らないと取れないらしいけど、そんなのはないな。しかもマイナスでやれみたいな。これ10ミリいけ、10ミリいけるか？あ、ちょっと入らない。奥にね、なんかロックっぽいのがあるんだよね。なんとか取ってやったっすね。なんか上段と下段ってあるみたいですね。なんとか六角セットのこの六角をこの隙間に入れてあって、中の解除ボタンをなんとか押せました。こんな感じで。これ分かりづらいと思うんですけど、ここにこのロック解除、これを押さないと解除できないっていうボタンがギリギリこの六角の2ミリで入ったんでよかった。これね、説明書見ると分かりづらいんですけど、上と下があるみたいです。だからとりあえず上でつけてみようかな。あのね、全然見た目分かんないと思うんですけど、最初からついてるのは下段で、今上段に上げたんですよ。だからちょっと厚みが変わったはずで、これで入るかと言われると、ちょっと無理やり押し込めば多少噛むようになったね。やっぱり一応違うんだ。説明書はこんな感じ。初期の状態が6ミリから9ミリ。上段にすると9から12。で、フックを付け替えると12から15。まあ、最低これがいるってことですね。こんだけリングつけると。はい。ということで、パッと付け替えましょう。ちなみにサイドアームね。こんな感じです。これが初期についてた方。で、こっちが今付け替えてる方。こんだけ高さが違うんで、上下の今下段につけてますけど、多分余裕でしょうね、この大きさの違いやったら。はい、ということで取り替えております。はい、というわけで、今下段ね、低い方につけましたと。で、これでスマホが余裕でつけば、上下余裕。あ、これでやっとこう、わかるかな？やっとほら、この、こう曲がってるんですよ、こうやって。これでやっとこう、あ、安心できるなと、感じですね。厚みがあるとこんだけ変わっちゃうんだな。はい、というわけでやっとホルダーの設定が終了しました。長っ。とりあえず元に戻していきますか。で、とりあえず今全体的に仮止め状態ですね。で、ここでこうやって挟むと。おー、いいじゃん。おー、いいじゃん。あと横はもうちょっとネジ締めなきゃダメだけど。まあでもすごいね。こんだけ厚みがあっても対応してるっていうのが。まあね、こうやって見ると結構このブレースからね、
ハンドルブレースからこう出てるのが分かると思います。まだこう横のネジとか全体的に仮締め状態なんで、ちょっと一旦ね、こうあのバイクに座ってみて確認しないとダメなんで、ちょっと一旦、確認してみますか。よく見たらこうちょっと中央寄りにこう曲がってたりするんで、はい、ちょっと確認してみます。今ね、なんでまた外して、これ外したんですよ。これね、多分取り付けたことがある人は多分途中で思ってたと思うんですけど、ここまでつけて、あ、これシリコンバンドこうやってこうかけるやつねみたいなことやってて、あれ、なんか写真となんか違うくねと思ってさ、これなんか何度だこれ記憶になったんですよ。でも見て、これバンドが上にあると。でこれ上から見たら調整のネジが上についてるんです。だけどつまりつまりこれが丸々逆につけてると、このクランプ自体を、はぁ、あ、みたいなやり直しでーすという感じで、やっとこうやってね取り付けました。これで完璧でしょう。これで箱の絵通りになると。でシリコンバンドは一応こうやって挟めるように、なってます。要はこれで走る途中の、不意に落ちることがないように、まあこんな感じで、まあ、とりあえず、完成いたしました。間違いなく、間違いないよね。うん、間違いないでございます。はい、というわけで、こちらのクランプの取り付けがやっと終了しました。時間的にもう1時間半か40分ぐらいかかっております。最後の最後でまたクランプが上下してっていうのがね、まあはって感じですね。あといろいろ調整に思ったより工具がねちょっといるなと、まあ、例えばマイナスドライバーとか、あとペンチじゃないけどスパナとかがねあった方がより早く取り付けられたかなと思います。いや、そんなにこれをつけるのに工具いらないだろうと思ってて、なんか工具、なんか六角が見えてたんで、まあ取り付け工具はね全部ついてるのかなと思ったら、まあ、調整はまた別だったっていう感じですね。まあそんな感じで、まあとりあえずなんとかなんとかね取り付けて、でもうまたがってちゃんとこう自分に大体ほぼまっすぐぐらいです。角度のこの横のまでの調整が結構一度っていうか一回のこのなんだろう、ギアの刻みの角度が思ったより荒くて。一個ずらすと結構こう斜めになるって感じですね。だから本当にもう超まっすぐっていうのはできないです。若干ちょっと右か左か、やっぱこれに自分に対してなんで、ちょっと若干傾いてるかなっていう感じがありますけど、それ気にしてたら多分キリがないんで、はい。まあ、とりあえずね、なんとか取り付けて、これでね、ちょっと乗ってる時の、スマホ安心できますね。で、まぁ、今後もね、そのプチツーリングとかにも使うんで、やっぱナビ代わりにもあった方がやっぱすごく便利だし、これもう最初からね、シガーソケットのやつがあるんで、そこからまた充電でこう引っ張れるっていうのもあるんで、最近のバイクは、シガーソケットが最初から付いてるのすごいなと思いますね。そんな感じで、やっと取り付けが終了しましたので、もう取り付ける場合は工具があった方がもっと早く取り付けると思います。以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、眩しい。超眩しいです。